キーチェーンとは、Apple が開発した、クラシック MacOS および MacOS 用のパスワード管理システム。また、キーチェーンの管理を行うユーティリティは、キーチェーンアクセスと呼ばれる。コンピュータやインターネットの使用においては、複数の ID やパスワードを作成、管理する必要が生じる。そこで、キーチェーンに ID やパスワードを登録、管理させておき、 ウェブサイトやアプリケーションから ID とパスワードの要求があると、マスターパスワード一つで ID パスワードを自動入力させることができる。キーチェーンにはパスワードデジタル証明書、暗号鍵の管理に加え、クレジットカード番号などのコンピュータに関連のない機密情報を管理する秘密メモの機能を有している。キーチェーンに登録された情報は暗号化されて保存されている。なお、 iOS にも複数のパスワードを一括管理する API としてキーチェーンサービスが提供されている。iCloud キーチェーンは WWDC2013 においてクラウドストレージサービスの iCloud 及び iOS7 と OS10 m a r v e l i の新機能として発表された。この機能は iOS7 の初期リリースには含まれず iOS7.03 において実装された。 1994年にシステム7.5のオプションとして加えられた PowerTalk で複数のパスワードなどを一括管理する鍵束機能として登場した。その後、PowerTalk の開発は中止されたが、1999年に発売された MacOS 9の新機能として、キーチェーンがコントロールパネルに再登場しており、MacOS でもユーティリティアプリケーションとして引き続き、 搭載されている。また、アップルの個人向けクラウドサービス。Mac では、2005年の MacOS 10.10.4、Tiger の発売より、同じ Apple 入りの Mac 間で、キーチェーンを同期する機能があった。キーチェーン同期機能は、2008年にモーブルミーにサービス名称が変更されてからも、続いていたが、2011年から開始された、後継サービスの iCloud には引き継がれずに、 終了していた。その後、2013年に iCloud キーチェーンとして、同期機能が再導入されている。ありがとうございます。